がネタから何でもやりたい放題よ。何をしよう、夜中じゃ友達寝てるし、テレビもすでに砂嵐。そうだわ、コンビニ行こうかな。24時間、コンビニエンス、年中無休のコンビニエンス、防犯カメラコンビニエンス、こちら温めますか、不良のたまり場、入り口でたむろ、怖くて入りにくい、入り口でたむろ、声かけられたそこのお姉ちゃん、なんですか、ノーブラーですか。自動ドアが私のために開いてくれる。エロ本読んでる親父と並んで雑誌読んでから、何を買いに来たわけじゃないけど、買うものを探す。24時間コンビニエンス、年中無休のコンビニエンス、公共料金コンビニエンス、コピー早くしてよ、素敵なアルバイト、しかも無表情、私はすっぴん、眉毛も描かずに、あんまんください、ちょうど切れてます、じゃあ肉まんでいいわ、かしこまりました。ちょっとお釣りの渡し方、私の手のひら勝手に使い、小銭を文鎮代わりにレシート置くな、財布に切れにくいのよ、ちょっとムカッとしちゃうのよ、そんな時は私からもう仕返しするの。おでんください、何にしますか、何にしますか、レジが混んできた、早く決めてくれ、卵ください、卵一つ、卵ください、卵二つ、卵ください、卵三つ、以上でいいわ、卵だけですか、お強めに、かしこまりました、おいくらですか、120円です、1万円から、小銭はねえのかよ、1万円から、小銭はねえのかよ、からしつけてよ、かしこまりました、レシートいらないわ、いちいちうるせえな、トイレ貸してよ、口にはありません、あなたはどこでするのよ、負けました。なんてことしてるうちに夜はもう終わりを告げて、鶏もなく親が起きる前にお家に帰らなきゃやばい、今夜もまたコンビニ来ようかな。